こんにちは、ブレイザーズの小林です。今日はですね、電子メールマーケティングにおけるリストの疲弊というタイトルでお話をしたいと思うんですけれども、リストファティギュっていうんですけれども、リストの疲弊、はい、これはですね、どういった状況をリストの疲弊というのかと、はい、それはですね、購読解除では、されていないんだけれども、開封してもらっていない状態ってことですね。はい、置き去りにされているという状態を指します。はい、このですね、リストファティギューというか、リストの疲弊がなぜ起きているのかと、はい、これがですね、ざっと見るとですね、5つぐらい、理由があるんですけれども、まずですね、もうすでにですね、あなたのですね、メルマガの取り扱っているテーマに関して興味を失ってしまったと。はい、これどういうことかというとですね、最初は例えばですね、アドセンスについて勉強したいなと思って、あなたのアドセンスに関するメルマガを取っていたんだけれども、途中からですね、その読者のその興味の対象がですね、リセールライトビジネスに移ったと。はい、そうした場合ですね、なんて言っていいですかね、新しいことにもう関心を奪われているので、そっちに行ってしまうと。ですからこれはですね、現実的にはあなたは手の施しようがありません。この場合はやはりもうそこで仕方がなかったってことになると思います。手が打てませんね。はい、で2番目なんですけれども、これ非常に多いんですけれども、あなたの電子メールがですね、スパムフィルターに捕まってしまっていると。はい、これ日本でも徐々にって言われてるんですけども、一定の言葉ですね、その言葉が含まれ単語が含まれているとスパムフィルターで、スパムとして認定をしてしまうと。はい、ですから最悪の場合ですね、迷惑ホルダーにも入らないと。使っているそのホスティングサービスとかサーバーの業者のですね、そこに入った直後に、スパムとして削除されてしまうと。はい、そうした場合はもうこれはどうにもなりません。ただですね、やはりその不適切な、単語を使わないとか、できうる限りの予防ということをして、英語圏なんかでは避けていますね。それを回避しています。ですから日本においてもですね、よくブラックリストという言葉があるんですが、ホワイトリストっていう言葉が英語圏では非常に昨年ぐらいから使われているんですけども、やはりですね、メルマガを購読していただくときにですね、私のメルマガは こういうメールアドレスで送信されますと。これをあなたの例えば、毎日お使いのメーラーの住所録に登録してくださいと。そういったふうにしてホワイトリスト化ということで、努力することもできますね。はい、次にですね、一つの可能性として、あなたがメルマガを読者に配信する頻度が極めて高いと、そして非常に量が多いといった場合ですね、やっぱりその辟易としてしまって、読む気がしなくなってくると。はい、ですからやはり頻度を例えば落とすとか、そのメルマガの量をちょっと調整してみると。はい、そういったことも必要となります。ここでですね、1点お話しておきたいんですけども、例えばその ブレイナーズではですね、メルマガっていう、ニュースレターっていう名前で出しているんですけども、それを2種類出していると。1つは、本当に業務連絡のように本当に短いですね、商品とかサービスのリリースで、もう一つはですね、教育的内容っていうことで、基本的には月刊誌で PDF で月に1回届けするんですけれども、毎日のように教育的な内容を配信していると。はい、今回私がこういうお話をしながらも、ブレイナーズはメール多いんじゃないかという声も聞こえてくるんですけれども、やはりですね、例えば3ヶ月に1個の例えば商品などをリリースしている方がですね、同じ内容をずっと繰り返しやれば、やっぱりそれはしつこくなりますよね。ただ、
まあ、ブレザーズにおいてですね、まあ、多い時には毎日のように、まあ、新商品がリリースしていくと。そうした場合、そのダブっていなくても、その複数回いくと。これちょっと、内容、趣旨が違うということで、よく考えていただきたいと。で、まあ、その頻度を多くするために、それをどうして事前に、理解していただくかということはですね、BE:FIRST TO KNOW っていう、うちのニュースレターがあるんですが、そのニュース、無料ニュースレターを取っていただくために、商品のセールスレター並みの、コピーを、設置しております。それをぜひですね、参考までに読んでいただければですね、一つの工夫が見えてくるのではないかと思います。はい。で、次にですね、あなたがですね、最初の頃にこう提供していた、まだそのなんていうんですかね、そのお金をそんないっぱい儲けようとか、そういうのではなくて、なんかいいものを配信したいなっていう時期って誰にしもあると思うんですけれども、その時はですね、非常に、ああ、いい情報だなと思って喜んだ人たちがですね、やはり、だんだんあなたがですね、売り込み、まあ、売り込みっていうよりも、商品とかサービスを販売していくっていうのがビジネスですので、で、その、なんていうんですかね、プロモーションの内容にどんどんその変化していってしまう中で、やはり違和感を感じると。はい。ですから、まあ、基本的には、その、電子メールといえどもですね、生身の人間に対して送っているということをぜひ忘れないでいただきたいと。はい。ですから、先ほどもお話した通りですね、ブレナーズの場合は、BE:FIRST TO KNOW っていう、その、プロモーション専門の、メールと、それから、パワーマーケティングニュースレターという教育的な内容を2つ分けています。はい。ですから、まあ、プロモーション用を切られたとしても教育的な、メルマガを維持していただくことによって、何らかのお知らせをしたときに見ず知らずの人間からメールが送られてきたことにはならないと。はい。ある意味保険でもありますので、この時期になりましたら、やはりそのメルマガの、その性質によってですね、2つに分けるということもおすすめだと思います。はい。あとですね、最も高い効果なる対策っていうのはですね、リスト疲弊が実際に発生する前に予防するとですね、予防して極力リスト疲弊が起きないような状況を、事前に作り出しておくということですね。はい。これがですね、ヒントとしてはこれも5つあるんですけれども、まずですね、1番目が高い品質のコンテンツを提供してくださいと。はい。やはりですね、常にこれが無料でもらえる、この情報を無料でもらえるのっていう情報を常に、なんていうんですかね、届けるように心がけてみてください。で、2番目にですね、サーベイなどを行ってですね、アンケート調査ですね、あなたはどんな内容の情報を知りたいんですかと。はい。そしてですね、聞きたいものを届けるっていうのも一つなんですが、サーベイを行うことによって、あなたがですね、読者に対して、気を配っていると。はい。読者の求めに応じたいと思っているということをアピールすることができますので、結果としては回復率が上昇してくると。はい。で、3つ目がですね、あなたのビジネスニッチに関連したコンテストを開催すると。はい。コンテストを開催する意味っていうのはですね、やはりその双方向性でですね、巻き込んでいくと。で、まあ、読者と一体感を持つということが非常に大事になってくるんではないかと。はい。で、4番目なんですけども、具体的な、まあ、あなたのメルマガ読者に対してですね、具体的な行動を促すと。はい。例えば、この、メルマガの中で、こういう、質問をしたと。それに答えてくださいと。その答えは、例えば、私の、あなたのブログのコメント欄に書いてくださいと。もう、漠然とよろしくではなくてですね、非常に迷わない、特定的な、その、行動を促していくってことが大事になってきます。あとですね、やはり、テレビドラマのようにですね、次回が気になってしょうがないと。そういう終わり方をしていくと。はい。次回のその内容を、なんとなくこう魅力的にこう見せて、不完全なまま終わると。はい。これが非常に有効になってくると思います。はい。リスト疲弊っていうのは完全に排除することはできませんけれども、事前にですね、様々なその手当を打つことによって、リスクを減少することができます。ただしですね、リスト疲弊が起きているかどうかを知るにはですね、やはり、統計を取るしかありません。ですから、やはりそのトラッキングのサービスとかシステムを使わないと、リスト疲弊が起きているのか起きていないかさえも分かりません。はい。もうこの時期ですね、もうめんどくさいなんてことは言ってられません。ぜひですね、そのリストの開封率、到達率ですね、その精度率、
ごめんなさい、開いた、読んでもらった、中のリンクをクリックしてもらった、そういうものに対してですね、数値として敏感になる必要があるんではないかと思います。はい、ありがとうございました。